きチャンネル。どっ。こんにちは。さあ今日はですね。はい。里崎式里崎チャンネル、ベストナイン発表です。おお。いろんなベストナインやりますね。いやこれは、もう総チェック1年間総チェックをやってきて、で毎週月曜日に、その週のベストナインを発表してきて、それの積もり積もった今年なんてほぼほぼ俺で141試合ぐらい総チェックしたからね、はい、な最後まで決まらなかったから、すごいマジ地獄よ、はい、ほんと、ほんでね袴田さんと二人でね、終了の動画撮ってね、はい、撮りましたね。あれは面白かったと思うからね皆さん見てください。すぐ笑っちゃったやつで、はい、そうよ、そうだ、もうそうそう100万だって、すごいすごいじゃんね、あんな動画があんな動画じゃない、構成バッチしよ。はい、でだから、終わってみたらね、トータルの成績とかになるけども、俺のは1週間の中で俺の目に留まった活躍した人を毎週選んできて、それのトータルの何回選ばれたかで、純粋にベストナイン発表です。はい、はい、佐藤さんの印象型ベストナインですね。そうでも毎週だからね、うん、トータル成績じゃないから、そのトータル成績低くでも、そのすごい活躍、サヨナラホームランとか、いいところのプレーとか、逆転打を打ったとか、そのピックアップ方式だから、その全体の成績に惑わされないっていう、光った、だから1年間通して一番光ったやつだね。おー、いい言い方ですね、そう、成績が多かった人、そうそうそう、印象に残る光ったプレーベストナインだね、はい、だこれを発表していきます、はい、これも本当よく頑張ったね、調べる方も頑張ったけどね、そうですね、はい、全員、はい、でまずは、ピッチャーからです。どっち行きますか、セパ？パ・リーグ。パ・リーグ、はい、ピッチャーから、はい、最も光ったピッカリ君。ちょっとなんか違うな一応ベストナインですからね、はい、ピッチャーのベストナイン発表します、はい、得票数最多は3点です。おお、ピッチャー難しいよ、はい、やっぱその全員だって6人先発リリーフ分けてるけど、6人投げるじゃん、はい、1週間で、それの12人いるから、はい、12球団、だから72人の中で、はい、だからまあパ・リーグだったら6球団か、だから36人の中で入んなきゃいけないじゃん、はい、そうです、私1週間に1回しか投げられないから、そうだから7回無失点だったとしても、8回無失点に負けるからね、はい、そうですね何回めちゃくちゃいい好投をしたかってことですよね。そうそうそう、でその中で、得票数3ポイント、はい、だ3回選ばれた人が最多なんですよ、はい、それがオリックス山本、西武与座、日本ハム加藤です。おお、この3人、はい、だから佐々木朗希とかは2点なんだけど、頑張ってんだけど、降板するのが早いから、あやっぱそれ以降、以上投げてる人たちがやっぱ選ばれちゃうんだよね、はい、あ、じゃあもう佐々木朗希投手のこの2回って完全試合と、その次のもう1回ミスがあったじゃないですか、とかかもしれない、だ加藤ね、はい、マダックス、与座もね今年2桁勝って、でまあ安定の山本だね、はい、まあ、完封もしてますしね、これをね一つにしなきゃいけない、あのノーヒットノーランもしてるし、はい、一番印象に残ったね、一人にするのか、そうだよ、もう一人しかダメだから、はい、もう俺の印象だけだから、はい、佐々木チャンネル好きベストナインはピッチャー山本です。はい、あいやまあそりゃそうでしょ、それはもう仕方ないわ、これはもう山本だ、はい、はあ、でも完全じゃでも与座も加藤も、これはもう特別賞、はい、素晴らしい、今年の活躍は、そうですね、まあノーヒットノーランもしてますけど、そう、じゃあ一緒だね、本家と、あ本家と一緒です。でキャッチャーは、はい、6点、6ポイントです、6周ベストナインです、6周よ、だから全部で4、5、6、7、8、9だから40周ぐらいあるのか、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26周です、26周、まあそんなもんか、4、6、24だもんな、そうですね、なんで40周って言ったんだろう40周なわけないじゃん、そうですね、だって1年48周、1年50周しかない、だから半年で1ヶ月4周ですからね、だから24周ぐらいです、だから25周前後ぐらいだね、5周前後、その中の 6周ベストラインすごい、キャッチャー、森友哉です。おで若月も5周来てるからね、はい、若月もやっぱ光ったんだろうね、だいいプレーはあったね、あタッチとかで俺は評価したのかもしれない、あのタッチ良かったみたいなね、
回2周しか取ってないから、うん、若月5周、すごいね。すごい。でもまあ森選手が選ばれて、うん、本家は甲斐選手なんで、そうだね、うん、これはね、違いが出るのは仕方ない。俺はもう毎週見てきた中だから、はい、ファースト、はい、山川です。うわー、まあこれは7周、わー7周ダントツです、うん、はい、DH も入ってるから、はい、全体では9周取ってるから、わーすごい、9回選ばれてる。ファーストでは7周、うん、DH で2周だから9周取ってる、はい、ダントツだよ。まあ、あれだけホームラン打ってましたし、不敗神話出てましたからね、うん、そうそうそう、打ったら負けない。時点が山口だからね、ロッテの3周。山口選手ピンポイントですごいいい活躍してましたよね、うん、あと中川ね、うん、オリックスの、はい、中川は外野で6を取ってるから、両方合わせた8なんだけど、あ、外野で4か取ってるから6票だから、ね、そりゃすごい、うん、でも山川、はい、セカンド三森です。へえ、そうなんだ。これは本家が浅村選手なんで違いますね。うん、浅村はセカンドで5周、うん、で全部で7周なの。あ、 DH で2周取ってる、うん、ということで浅村です。あ、あらそういうことか、はい、だからこの振り分けが、うん、セカンドこの選手頑張ってるから入れてやりたいな、うん、誰か他のポジションを守ってないかな、うん、あ、浅村1試合だけ DH 行ってんじゃん、うん、じゃあこの1週間の中で1個でもそのポジションついてたら、そのポジションでベストナイン取れる権利が発生するわけよ、うんうん、だからセカンドどうしてもこの選手取らせてやりたいから。でも浅村も打ってるし、浅村じゃなかったら浅村やろっていう声もある。浅村火曜日 DH じゃん、じゃあ DH で浅村しようっていうパターンもあるから。なるほど、うん、そうそうそう、外に移してという、うん、だから7点、はい、浅村です、うん、牧原って5ポイントあるからね。へえ、本当だ、いろんなポジションでってことですか。そうそうそう、殿崎も5ポイント、うん、でもセカンド浅村ね、はい、7ポイントだから、ね、7勝だから、うん、でサード、はい、野村ジェームズです。へぇー、日本ハムも6回ですから、ダントツトップよ。本家のベストナイン、宗も4回だから、ね、はい、そんなにじゃあ光ってたってことですね。そりゃそうだよ、やっぱ俺の目だ、やっぱ野村良かったんじゃないそういうことですね。6周って結構多いから、ね、すごいですね。他ね、ガルビスとかジャンセンも1票ずつ、うん、ガルビス多分満塁ホームランの開幕戦だろうね。はい、そうですねあの1回きりだろうね、はい、うん、でも野村ジェームズ、へー、サードね、サードは宗選手ですからね。そうそうそう、本家はでショート、うん、源田と今宮、6票6票6週6週で、うん、小深田も4週あるからね。お、6票6票どうするんですか。これはもう選ばなきゃいけないね、はい、どっちか、はい、ショート、はい、今宮です。あ、怪我なくね、うん、大きく抜けることなく頑張ったっていうところはね、はい、評価してあげたいんでね。そうですね、やっぱ今宮もね、打率もね3割近く打ってますし、はいはい、うん、でしかもこの笹崎翔は外野がレフト、センター、ライトとしっかりポジション別でやってます。はい、はい、レフト島内です。おー、9周です。9周、はい、レフトでは4周、はい、で、ライトで3周、うん、DH で2周選ばれてるんですよ。わ、すごい。で全部で9周、うん、でも、まあ、これも島内レフト、他荻野とかも取らせてやりたいな、うん、他守ってないかなっていうね。だから複数ポジションを守ってる人は、うん、その誰かの兼ね合いでわざとそっちに避けられるパターンもあるけども、はい、レフトは島内です。わー、すごい。荻野が4周ね、うん、あ、高部とかねもあるけどもね。でセンター、はい、松本です。あ、日本ハム松本剛選手、はい、センターでは6周、全体で8周です、うん、ベストラインです。すごい。で彼女本家と一緒、はい、でライト、はい、でるー、誰だろう、じゃん、はい、中川選手です。おー、そうなんだ。オリックスのライトでは2周なんですけど、はい、まあ、センターで1周、レフトで1周、でファーストで、2周いろんなとこで全体で6周だから、いろんなとこ守るから、はい、いろんなところで取らせてるのよ、回すって。だから長川が6周です。あ、すごい。で DH は、はい、吉田正尚、はい、9周です。わー、はい、さすがの活躍。だから一番多かったのは、うん、山川、吉田正尚、うん、島内の9周だね。おー、この3人が最多周ベストラインだね。いやー、島内選手嬉しいな。だから本家と違うのは、うん、中川で野村ジェームス、キャッチャーの森選手、森だね、うん、が違うところ、はい、まあ、これはこれでね、ほぼほぼでも何が合ってる感じはありますけど、うん、でもまあ毎週のね、うん、印象強いベストラインだから、毎週の積み重ねですもんね。そうそう、毎週の積み重ね、うん、これ後でね、
変化できないからね、はい、で続いて今年やったリリーフ、はい、リリーフだけのベストライン今年やったんですよ、はい、リリーフも難しいよ、うん、何人投げんだって話だった、ね、いっぱい出てますから毎日、うん、その印象度でだからね2票が最多なのよ、へで6人いんの、はい、宮森楽天で松井裕樹、水上、はい、平又吉北山っていう、だから守護神も含めてだからね、はい、リリーフ全部だから、うん、さあ誰選ぶか、いやね、これはね、だって宮森投手もね新人の記録作ったし、そうだね、松井投手もセーブを取ったし、うん、水上投手、平投手もタイトル取ってる、うん、さあじゃあ、はい、リリーフのベストナイン発表します、はい、水上投手です。うわまあ、やっぱり1年間継続したっていうところと、うん、タイトルと新人王を取ったんで ね、はい、まあ、そんな水上選手なのにスタッフの、メモには、水神様の神です村神様に引っ張られてるな、そうそうそう、水神様になってます、まあ、それぐらいの活躍で、ね、した、うん、はい、ということで、うん、佐々木チャンネル、総チェック、はい、ベストナインはピッチャー山本、キャッチャー森、ファースト山川、セカンド浅村、サード野村ジェームズ、ショート今宮、レフト島内、センター松本、ライト中川、うん、DH 吉田、そしてリリーフが水上選手になりました、はい、ということで1年間お疲れ様でした。お疲れ様でした。